皆さんこんばんは。モナリザクロームでございます。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。さて皆さん、今夜はタムロンの70-180mF2.8Ti3VXD のレビュー2回目になります。まだ1回目をご覧になっていない方は、ぜひご覧になってください。ポートレート編ということで、今回も、モデルさんにお願いしています。若き書道家西洋さんです。撮影にご協力いただき誠にありがとうございました。で、ポートレート撮影なんですが、こちらのレンズ、35-150mmF2-2.8、どうしてもこっちばかり使ってしまいまして、この7ニッパはね、ほとんど使ってないんですよ。ということは写真もあまりございません。なので、まず最初に、風景写真、もうこれ最近は常に持ち出してますので、最近撮った風景写真を見ていただき、その後ポートレートをお見せしたいと思います。今ご覧になっている写真はフラノで撮影したものです。木の隅々まで改造していますよ。びっくりするぐらいです。望遠ズームならではの利便性、これを使うととても楽しく撮影ができました。これは焦点距離 70mmF2.8。単焦点レンズほどのボケは得られませんが、F2.8 開放を使うとそこそこボケてくれるんですよ。これも開放での撮影です。ボケが美しい。この美しいボケによって遠近感、立体感が生まれます。いかがでしょうか。さて、それでは数少ないポートレート写真の中から何点かを紹介させていただきます。写真はすべて現像したものです。それではご覧ください。1枚目は焦点距離 70mmF2.8 開放です。このボケ、もう私大好きなんですよ。とろけるようなボケを作り出すレンズです。一方で髪の毛はしっかり改造しています。こちらも 70mmF2.8 です。1枚目より少し離れて撮影しましたが、人物がくっきり浮かび上がっていると思います。開放から使えるレンズはとても気持ちがいいです。これも 70mmF2.8 です。シャッタースピードは1000分の1秒。ピント面の小指はシャープです。人差し指と薬指はボケてるのかな？もしかしたら被写体ブレかもしれません。癖のない玉ボケが綺麗です。これは筆の先にピントを合わせたつもりです。前ボケも後ボケもどうでしょうか？心地よくボケているように私には思えます。自然が作り出す絵画のような美しい世界を彼女と一緒に収めてみました。このレンズはポートレート撮影では画角が狭すぎて困ってしまうことがありますが、このような写真は得意です。これは手と筆にピントを合わせています。その解像力をご覧ください。
70ミリの開砲です。どちらかというと平坦で変化のない絵になりがちなモチーフですが、単焦点レンズ派の私をうならせる解像感と立体感が出ていますね。もちろんリアルタイム瞳 AF も純正レンズ並みに機能しますので、AF で困ることはございません。ISO 感度を上げすぎました。ノイズがかなり出ています。ただ望遠レンズならではの玉ぼけが綺麗だと思います。いかがだったでしょうか。ポートレートと言いながら作例が少なくて、参考にならなかったかもしれません。最後の夜景の撮影は藻岩山、札幌にある藻岩山で撮影しました。人はいないだろうと思って行ったんですが、なんとたくさんの観光客で溢れていました。あまりの人の多さに撮影は無理ということで、すぐ切り上げてきました。さて、このレンズは 810g しかありません。とにかく使いやすいレンズです。標準のズームレンズを使っている感覚でこの70から180を使える。驚きですよ。特にレンズの前玉の部分が軽いので、カメラに装着してもレンズの重さに引っ張られるということがあまりないんですよ。ですから安定して、しかも気軽に撮影を楽しめる。これってね、本当いいことですよ。持ち出す機会も増えます。今左側にあるのがソニーの FE50mmF1.G マスターですね。ソニーの最高峰のレンズの一本です。それからこれが7ニッパーですね。ソニーが 778g、タムロンが 810g。ほぼ重さはね、体感的には変わらないんですが、カメラにつけるとむしろこの 50mm の方が重く感じたりするんですよ。私の頭の中には単焦点は軽いっていうイメージがあるから、この望遠ズームが軽すぎるがゆえにこっちの方が軽く感じましたね。錯覚だと思うんですけども、不思議でございます。どんなに優れたレンズであっても、大きくて重かったら持ち出しにくくなりますよね。まして私のような年齢になると、やっぱり大きくて重いものは苦手でございます。ところがこのレンズは小型軽量なので、しょっちゅうね、最近使っています。ここがこのレンズの一番の魅力だと思います。そればかりじゃないんですよ。ボケも私好みですし、開放から安心して使える。 AF も速くて α7-4 との相性もいい、さらにもう少し言わせていただくと、このレンズを持っていると写真の表現が豊かになるんですよ。どういうことかと言いますと、これまで撮影してこなかったものに目が行くようになる。これなら撮れる。180mm 側で撮影できる。野鳥とかね、そういうものまで撮ってみようと私が思うようになってきました。望遠系のレンズの楽しさっていうのは、やっぱり画面を切り取ること。そこに自分の世界を作れること。にあると私は思うんですよ。そういう楽しみをね、
教えてくれる魅力的なレンズの一本だと思います。価格もリーズナブルですから言うことございません。ニコンの Z マウントでも OEM で発売が予定されています。このレンズは超おすすめでございます。今夜もご視聴いただき誠にありがとうございます。